海道の今回はね、平成のバッドっていうことでポッドショットやってみました。ポッドショットは55っていうね、アルバムの収録、グッドタイムズ&バッドタイムズ、まあ、リリースはね、2000年なので20世紀の曲ですね。もう四半世紀前になりますね。早いね。で、この曲初めて聞いた印象は、もうなんかね、ラブソングとかとかもちょっと違うし、かといってなんかのメッセージをね、発信してるとかでもなく、歌詞自体はね、あなた、You、君へ、もうね、あなたへ、まあ彼女さんかな、まあ、だがしかしね、誰かにね、あ、ちょっとまあ誰かの心に寄り添うっていうようなのがなんかテーマのような気がしてね、優しい感じの印象を受けましたね。はい。で、まあね、歌詞的には、まあ、要するに、まあ、そういうことなんでしょうけど、まあね、歌ってる、ジュジさんのね、感性なんかなと、感じてみたりとか。はい。で、中の人がね、他に連想したのには、人生楽ありゃ苦もあるさ。涙の後には虹も出るじゃないけど、まあ、それは置いといて。で、歌ってるね、ジュジさんがね、なんか、以前、なんかのね、インタビューで、何かを伝えたいっていう気持ちをすごい大事にしたいみたいなようなことをおっしゃってたのをね、聞いた記憶があります。ねえ、そう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 と。まさにね、それなの、そうなんだよと。いう気持ちをね、思い起こさせる曲、そして歌、じゃないかなと思います。で、ホットショットっていうバンド自体はもうすでに解散してしまってるんですが、まあ、中の人にとってはね、もう脳内の標準装備のバンドであり、アルバムであり、楽曲であり、はい。個人的にはね、ブラスの入ったね、濃い匂いサウンドが好きですね。まあ、以前ね、演歌でも触れましたけど、毛嫌いしないで、取り巻聞いてみるっていうことでね、まあ、機会あればね、ぜひ、毛嫌いとかね、せずに、聴いてみてください。っていうことでね、はい。で、打ち込みに関してはね、いつも通り、はい、適当です。もうね、中の人の腕のなさをね、棚上げして言うと、もう、いろいろね、言うこと聞いてくれるので、手直ししてくれる方とか、いらっしゃったらね、ありがたいです。はい、ではまた、ということで。